なんだこの安心感は。はい、はい、今クリスが冒頭、ヘッドギアを装着したんですけれども、はい、まあ、あの最新のヘッドギアということで、はい、ですね、まあ、このクリス、あのヘッドギアを装着することですね、今ご覧いただいているような、左側、皆さん向かって左側の下この数字がですね、今現在の、空気の状態になってます。で、下の、なみなみしてるやつ、動いてるやつ、心電図的なやつ、心電図的なやつ、はい、体力的ないつもの感じ、これがそうですね、ということでいいですかね、はい、ファインってなってますから、ファインですね今、はい、で、右下の、この数字がですね、弾薬数ですね、はい、残弾数がここに表示される形になってます。はい、はい、じゃあちょっとこの、まあ、中央空洞をちょっとぐるりと見ていきたいと思うんですけれども、はい、はい、ここがですね、あの本編でも登場した、うんうん、あの、廃校のさらに奥、はい、あ、ちょっと違う場所なんですね。そうですね、はい、新エリアになってます。はい、でノットアヒーローはですね、ここをハブとしてですね、まあ、いろんなエリアに行って、うん、まあ、さまざまなこうミッションを達成していくと、はい、でこの、まあ、クリスのメインミッションは、まあ、ある人物の確保なんですけど、はい、同時にですね、あの BSAA の隊員が、行方不明になってます。ですので、まあ、その、隊員を助け出すというのも、まあ、クリスに与えられた指令になってます。はい、はい、はい、じゃあここちょっとライティングがいいので、はい、ちょっと、まあ、実際どんな武器かっていうのをお見せしたいと思います。まずこれがですね、ハンドガン、はい、アルバート W モデル01です。かっけー、はい、これすでにね、東京マルシさんから4月に、はい、あの完全、限定、生産として、エアモデルガンの方は発売日なんですけれども、はい、はい、まあ、非常にね、こう精巧なモデリングで、はい、結構特徴的な形してますね。そうですね、バレルがすごい長い、はい、さあ、そしてその他に、はい、はい、はい、こちら、これがトールハンマーです。はい、ショットガンです、ね、青木さんを持っていただいた重かったやつですね、はい、まあ、こちら、丸井さんとのコラボ初のショットガンということで、はい、まあ、かなりこう攻撃力が期待できる、そうですね、武器となってます。いや、これ抱えて走りたいですもん、絶対重いけど。筋トレみたいなやつ、ね、5キロ近く、はい、あとこちらがですね、グレネード、はい、投擲グレネード、まあ、今回セブンね、実は初なんですよ ね、爆発系武器が、はい、爆発系で、はい、はい、で、あとはですね、はい、こちらサバイバルナイフですね、はい、これはまあクリス専用の、まあ、まあ、こんな感じですね、まあ、さすがに慣れたもんですよね。おう、もう、おう、はい、もう E さんの時とは全然違う、この安心感がありますね。なんだろうこれ、はい、はい、武器も全部あるし、はい、もうちょっと進んでみたいと思います。はい、お願いします。まあ、ちょっとこう奥に異様ななんかね、なんかありそうですね、丸いものがあって、手前に装置があって、うんうん、ここになんかエンブレルエンブレムっぽいものがあって、うん、はい、ね、これ誰の仕業でしょう、誰だろうな、誰だろうな、ね、誰だろうな、はい、ここ拠点にしてやったやついると思うんだけどな、ね、誰だっけなっていう、もうその人物を確保するために、じゃあ今日は赤いシャッターに入っていきたいと思います。せっかくだから、はい、はい、せっかくだから、はい、言っていただいてありがとうございます、はい、お、なんか白っぽいですね。ね、ちょっとあの本編の、ね、髪は黒かったんで、黒かった気がしますけど、はい、ちょっと侵食が進んでるような感じですね、うんうん、なんでもしかするとこのノットアヒーローの敵もですね、本編のモールデと比べるともしかしたらね、強力になってるのかもしれないですね。あ、左が気になります、はい、お、あ、これここか。 You okay in there? Redfield? Don't worry, I'm gonna find a key to this thing and get you out of there。だいぶあれな感じですけど、はい、大丈夫なんでしょうか、ね、捕らえられてる、まあね、あのちょっと救助してあげたいんですが鍵がないんで、はい、鍵取りに行きたいと思います。そういう探索要素もノットアヒーローはきっちり入ってるんですね、はい、単にアクション要素が強いだけじゃなくて、やっぱり本編にもあったちゃんと謎解きとか、はい、あのアイテム管理、あのそういったあの要素もちろん入っておりますので、うんうんうん、そこはご安心ください、ね、なんかグローブとかもすっごいかっこいいですもんね、ね、はい、
さすが。もうプロフェッショナルですから、身につけてるものも、身につけてるものもプロフェッショナル。普段、普通の人と違う、はいはい、だって初期装備で武器2丁っていうのはすごいですよね。確かに。はい、はい、お、じゃあここがですね、上の階層になりますね。はい、はい、そろそろ、ね、そろそろじゃないかなって、はい、ゲーマーの勘がうずくづいてますか。そろそろじゃねえかって、ほらほらほら、こんぐらいですよ。さすがです。久しぶりにやった人も、あ、パンチ一撃ですよ。つえーつえー、さすがクリス。つえちょっとここでもう見てるお客さんも笑っちゃうぐらいのね、グレネードパンチですが、絶対笑いが出るなと思って。これはプロだ。はぁ、安心感がすごい。でこの近距離の敵がですね、はい、殴ってきたらですね、殴り返してる。ごめんなさい、殴ってきたらというか攻撃してますね。あの今ジャストガード、ジャストガード、うまくいきましたね。ジャストガードしたんですね、今、はい。敵の攻撃を払いのけてですね、あの一撃で倒すことができます。あ、また出てきた。こんなに出てきたらイーさんだったら割とビビりましたけど。そうですよね。やばいやばいみたいな、はい、で、まあ例えばですけど足を打って這わせたところをもしかして、ストンプ。あ、はい、ストン、こんな感じで、はい、慈悲もない、なんという。また来た。あ、来た。まだいる。ね、なんかこういう形で照準をちゃんと狙ってですね、まあ、ヘイトショットやったりですとか、はい、はい、まあ、近距離でもね結構、はい、強力に、なんていうんでしょう、もう爽快感ある、はい、アクションが楽しめる内容になってます。あ、出た出た。えい、な、もう笑いが起こってます。なんだ、笑っちゃうぐらい、はい、ということだ。圧倒的ですね。ああ、あ、お、人間アピール、はい、人間アピール。人間ですから。クリスは人だよっていうのが。はい、これ で、はい、おそらくですね、はいはい、モールでと一掃できたと。なんか上にありますよね、カゴっていうか、なんていうかぶら下がってるやつ。 あ、ね、はい、あれが気になります。何がいるんだ、あれ。なんかこう鍵だ。あ、鍵っていうことは、ここにね、え、さっきのここにあれかな、クランクがあるんで、はい、はい、20年回し続けてきたクランクですね。はい、最新作でも登場。はい、もうここでも回しちゃいましょう。あ、プロだやっぱ、はい、お願いします。これで鍵が取れる。なんか出てます ね、 いすね、はい、なんか、お、なんか、ね、どっから来た、湧いてきましたよね。煙が出てます。お、強そうですけど、なんかいつもと違う感じの人ですね。おお、やばいやばい、ちょっとね、no、さすがのクリスでも新型ちょっと食らいました。黄色くなってる。ああ、なんか、あ、攻撃無効ですね。はい、じゃあ今日のゲームプレイはここまでになります。